こんにちは。バーチャル女子プロレスラーのリリトです。おめでたいニュースが入ってきました。かねてから交際されていた岡田和親選手と声優の三森すず子さんがご結婚されました。そんな今回はこのニュースについてお話ししていますので、最後までご覧ください。それでは早速、行ってみよう。新日本プロレスの岡田和親選手と声優の三森すず子さんが自身の SNS で入籍を発表されました。岡田和親選手と三森すず子さんは昨年1月より交際をしていたとされ、お二人はお仕事で出会い交際に発展したようです。新日本プロレスがブシロード体制になり、アニメやゲーム関係のパイプが太くなったことで、2016年のレッスルキングダムの 1.4 大使に三森すず子さんが選ばれ、当時のインタビューではお父さんやお母さんのような存在と岡田和親選手の印象を語っていました。岡田和親選手は先日のマジソンスクエアガーデンで新日本プロレスの至宝 IWGP ヘビー級王座を取得したばかりで、盆と正月が一緒に来たと言えるような状態です。そして今ネット界で話題になっているのはグレートウォーカーこと岡智幸選手です。岡選手は三森すず子さんが声優を務めるラブライブの熱狂的なファンであり、三森さんへも愛情を注いでいたようです。これにより岡田選手と岡選手の新たな因縁勃発かと冗談交じりのコメントが寄せられているようです。今日はここまでです。短い動画になってしまいましたが、おめでたいニュースだっただけにご報告まででした。本当に岡田和親選手、三森すず子さん、ご結婚おめでとうございます。良い家庭を築いてくださいね。この動画のご意見ご感想はコメント欄でお待ちしております。最後まで見てくれたあなたが大好きです。お相手はリリトでした。それでは